何も起こったりしないわよ。この町は治安がいいんだから。いきなりレッドゾーン。なんで今日に限って。佐々木部さん、佐々木部さん。はい。あれ道を塞いで邪魔ですよね。注意しましょう。でも、文句あるってのか。ありますよ。言語を理解できない種族なんですかね。なめてんじゃんねえ。バカ気配よ。そうだ。もう一度だけ警告するので、理解できなかったらまあ諦めてください。うせろ。チームドラゴンバスターズに喧嘩を売ったこと後悔させてやるぜ。見つけたぞ。いやあ、さっきはよくもやってくれたな。おめえもちったやるみてえだが、今回はあの方が来てくれたぜ。地元最強の不良、破滅の竜さんだ。へへ、女か。戦える相手なら性別なんて関係ないぜ。だが、戦えないならさっさと頭を下げちまいな。お？やるってか。なら容赦はしないぜ。ガチなエビルだ。どっかー。まったく、この数、小林さんからもらった服が汚れてしまいます。リュウさん、言いましたよね、理解できないなら諦めろと。リュウさん、二度と歯向かえないように。リュウさん、どうもトルさん、チース。チース。どうも。今日はよく挨拶されるね。リュウさん、そろそろ帰りましょうよ。負けたままで黙ってられっかい。強くなってリベンジだ。リュウさん、クマだ。ちょうどいい。強くなった俺を見せてよ。リュウさん。